ベラルーシ・ロシア連合国家、ベラルーシ・ロシア連合国家、ベラルーシ・ロシア連合国家は、ロシア連邦と、ベラルーシ共和国との連邦国家である。正式な名称は単に連合国家、ベラルーシ語、サユーズナ・ヤズ・ヤルジャーバ、ロシア語、サユーズナ・イエガス・ダールストバである。日本語では、ロシア・ベラルーシ連邦国家と表記されることも多い。国家原種にあたる、 最高国家会議議長は、ベラルーシ大統領のアレクサンドル・ルカシェンコが首相にあたる、閣僚会議議長は、ロシア首相のドミートリー・メドベージェフが、それぞれ、務めいる。1999年12月8日、ロシアのエリツィン大統領とベラルーシのルカシェンコ、大統領との間で、ベラルーシ・ロシア連合国家創設条約が、調印された。当時、ロシアは、 国力が低下しており、イニシアチブはベラルーシ側が握っていた。そして、2000年1月26日の条約発行に伴い、ルカシェンコが連合国家の最高指導者となるはずだった。ところが、エリツィンの後継大統領となったプーチンが、ベラルーシのロシアへの吸収合併を示唆する発言を繰り返すようになり、この構想にルカシェンコが反発し、 連合国家は機能せず、棚晒しになった。2002年を最後にベラルーシとロシアの首脳会談も行われなくなり、ロシアとベラルーシの関係は悪化した。以降現在に至るまで政治的事情からこの連合国家は機能不全の状態が続いている。しかし、2011年に入ってからベラルーシに未曾有の経済危機が襲い、プーチンは ベラルーシとロシアとの統合を支援する旨を正式に、ベラルーシ首相であるミハイル・ミャスニコビチに述べ、ベラルーシ側も、好反応を示したため、今後の両国統合の行方が注目される。ロシアは、戦術の通り、ベラルーシを吸収合併する思惑があった。ベラルーシの通貨を、ロシアルーブルにしようとしていたが、ベラルーシ側が反発した。 2008年5月27日には首相に相当する閣僚会議議長にプーチンが就任した。しかし、この連合国家はプーチンとルカシェンコの不和により連合国家の閣僚会議や最高国家会議がたびたび行われるものの国家として機能していない状態が続いている。2009年末からのロシアベラルーシ間の石油価格引上げ交渉が泥沼化。 急激な石油価格の引き上げは、ベラルーシの国家破綻につながる、ロシアは何かと連合国家プラン進行の障害になっているルカシェンコの排除に乗り出したとされ、ロシアとベラルーシの関係は、右与曲折が続いている。2010年2月、ウクライナで、親ロシア派のビクトル・ヤヌコービチ大統領が就任。ロシアのエフゲニー・ヒョードロフ経済、企業担当国会委員会長は、 半年以内にロシア、ベラルーシ、ウクライナを構成国とする新たな統一国家のプログラムを正式に発表できるであろうと述べた。2010年6月19日、ベラルーシ側のガス料金滞納を理由に、ロシアの国営企業ガスプロムがベラルーシ向けのガス供給量を85%引き下げることを決定。ベラルーシとの間でいざこざが発生した。 こういったベラルーシとロシアとの間のエネルギーをめぐるイザコザは今回に始まったことではなく過去にもあった。今回のイザコザが起きるわずか数日前にベラルーシのルカシェンコ大統領がロシアを訪問しプーチン首相メドベージェフ大統領と会談していた。会談では双方とも笑顔を見せながら和やかなムードで話をしていたがその矢先に両国関係を険悪化させる 今回の事件が発生、ロシアとベラルーシの関係は一筋縄ではいかないということが示さた形となった。ルカシェンコ大統領はガス戦争が勃発したと宣言したが、最終的にはわずか数日でこの問題は解決した。ルカシェンコはロシアとの関係修復を素早く言った。しかし、7月4日と16日にロシア政府系テレビ局がルカシェンコについて、 セキララに綴ったドキュメンタリー番組を放送し、ルカシェンコを激怒させた。ルカシェンコは対抗措置として、ロシアの敵である、グルジア大統領、ミヘール・サーカシュビリと会談した。ロシアは2010年12月に行われる、ベラルーシ大統領選で何としてでもルカシェンコを排除、ベラルーシを吸収合併することを目指しているとされ、今まで、右翼曲折の道のりを歩んできたベラルーシとロシアの、 関係の今後が注目される。連合国家の国旗は、ソビエト連邦の国旗に似た赤字に赤い星が二つあしらわれたものが提案されている。だが、共産主義を表しているわけではない。二つの赤い星は、ロシアとベラルーシという二つの国を表す。また、連合国家の国章は、相当の和紙が描かれているものが提案されている。 相当の和紙の上には太陽と二つの星があしらわれている。この国旗及び国賞の提案者はイヤコピャン、ブイブルガーコフ、ジークルシンという三人の人物である。ただし、正式な国旗と国賞はまだ発表されていない。国歌はソビエト連邦の国歌のメロディーに新たな歌詞が当てられている歌が提案されている。題名は人民の偉大なる連合という。しかし、 正式な国家はまだ発表されていない。2013年までに単一通貨が導入される予定であった。しかし5年を経て2018年の現在においても実現されていない。連合国家の憲法はソビエト連邦の憲法に基づき作られる予定である。ボロディン国務長官は2010年に暫定憲法を制定することを提言した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。